第二本行動立協会は、第119代、江角天皇の孫にあたる中山忠秀が、江角天皇が目指した、市民平等の世、天朝五時下の民を実現し、日本精神を削行するため、1911年に創立された組織、中山忠秀が初代会長に就任した。幹事長は、東山光幹事は、梅谷正吉、内田良平、 加山の院刑などが務めた。顧問には、大隈重信、東郷平八郎、渡辺千明、畑野隆史家などがいる。中村天風は、会員の一人である。1890年に、国宮朝彦新郎を総裁に、中山忠秀を会長として組織された、行動会を前身に、中山忠秀が1911年、 大日本行動力協会を設立して、初代会長に就任した。前身の行動会は、日本の未来を作るのは次世代への教育であるとし、教育直後の作成に尽力した。大日本行動力協会を設立した2年後の1913年に、中山忠秀は亡くなった。その後、大日本行動力協会は解散され、家督を継いだ中山忠姫の産卵。 中山忠則は、神道研究に努めた。中山忠則を支持していた者の,の中には、PL 教団階層のご既得金がいる。他に、山影神道宗家の参院起用などの宗教会における昭和の偉人たちを輩出した。ありがとうございます。